映画館で1年に100本見るみたいなそういう映画愛に待ちわれた人がいるんですけどもその人たちが語る映画論があんまりダメなんですね愛してるっていう人って対象が見えなくなると思ったんだよねだから作品愛してもしょうがないんですよその作品によって自分の中に何が生まれるかっていうことを大切にしたい 活字中毒に近いところがあって漫画も、えー、とあの文字のやつもとにかく空いてる時間があるとばっとめくってる人なんですよあの雑誌も含めね雑誌も大好きだからっていうので、まあ、そんなようなあの幼稚園小学校時代というかう片っっ端から読む人だったんですね <music> えと私の人生に最も影響を与えた本は「カフカの城」です。 ある慶という食料技師ですねそれがある城というあ,のある組織というかあのお城ですよそこからこう雇われて、えっと、その城の当主というかその八中主と連絡が取れないわけ変な周りのこのなんての下っ端下っ端下っ端役人から手紙が来てなんかそこの城に入らないところに留め置かれるという。 仕事を振られたのにその仕事が何かって明かされないし「あなた何なの?」って言われた時に測量技師と答えてでもあんたのやってないじゃないかっていう話だから中部ラインの,あのだから自分のアイデンティティががんかどこにもないような形で言うような男っていうのはすぐ分かるんですね読んでてねそれを読んでてまずなんかねあの途中までぐらいにまで読んでてねこれがすごいところなんですけどね名作っていうのはねもう小学校中1ぐらいでも分かるのよ。 阻害とかね、今ほら社会の疎外感とかそういうようなこともう大人のものだと思うじゃないですかいや子供ののがわかるんだっていや私疎外されてたんですよと思ったのよこれは本当に家庭あるあるなのかもしれないけどうちほら両親が芸術家で作曲家の父とねあのその音,楽その音楽関係の母っていうのがあってとにかく強烈な両親なんですよ。でも子供のこと全然愛してないわけ それも、いいんだけど、好きじゃないのよ、考えてあるの。もう自分たちの仕事だったり、自分たちの表現が好きなの。あ、まあ、できちゃって、それやるわぐらいの感じですよ。もう、何のサービスもないっていう。今のね。あのー、ほら、あのー、社会の空気から、全く真逆だったんですけど、完全に放任という。だけども、虐待とかじゃなくて、私、その自由な時間を、ものすごい、あの、本を読んだりとか。もう、あ、まあ、あってたっていうか、自分にね、それで、育ったんですけど、それがある時からね。どうも、他の。 オタクとは違ううなっていう疎外感ですよね世間一般で言われている家庭だったりとから両親とは違うなっていうこれは用心しないと、えっと、うちのままをそのまま出したら多分社会の方に潰されると思ったんだよね。 うちは普通の家と一緒なんだって、顔を外に作らなきゃいけないっていう。だから疎外されてるわけです、す社会からもそれ。家庭なら家庭の中でもさ、あの愛してくれるはずの両親っていうかじゃあ、どうも他の人と違って。あんまり私に時間とか、あのコストと。<laughs> コストと愛情を割いてくれないよ。って阻害されてるんだよね。なんかだからね。過ごしの時にね。なんかこの k っていう。このどっちつかずなんだけども、えっとなんかまあ効率というか、あの孤立されていてだけど、ここは重要なんだけど、読んでる？うちに結構楽しそうなのよ。 生きていけるっていいうかいろんな交流があっていろんな人と関わりがあってそれはそれなりに京の白とは関われないんだけども中ブラリンなんだけどもそういう人生が続いていくっていう感覚なのかなだからぬるま湯なようなっていうかさ「白黒はっきりしない」ってこれもまあキーワードだねもうまだ今の人たちってか白黒はっきりしないと怒っちゃうんでしょっ私そんなのずっとグレーがあるっていうのはもうこの時にもう知ってたなっていう感じ。 あこれすすごく有名なな話でで私ずっと文化系系じゃないですかカルチャー系ね今もほらクラシックなんかにクラブカルチャーとかもね詳しいんだけどそういったようなあのサブカルチャーを牽引してるのはやっぱり全部男ですよね男のオタククラシックもそうなんですけどでその方たちもちろんそこであのあの、えっと、私は単身でいてそこの,あの面白い人たちとこうあ,のあれを持ってくるんだけどそのグループには絶対入れない。 で入るとするとその中の,あのなんていうかお母さん役かそこに可愛がられるマネージャーなら入れるんじゃない同格では入れないというんですよ。あんまり有名なところで伊藤聖子さんなんていうのはあの一つのあんまあの彼が意としたわけじゃないですけどああやってやっぱり一人一つの大きいカルシマで才能のある人の周りにみんなやっぱり審判が集まるわけ。 で伊藤成功さんグループみたいななんかいろいろ周りにいっぱい女の子いましたよだけどなんていうのかなあの私から見た感じではですねなんかやっぱりあの男性たちががっちり組んでいるところの一員ではない気がしたというかそこ,にこうそこにいられる名誉白人というか名誉男子みたいなように私は見えたという感じですね。 よくありがちなのは私映画が好きで好きで好きでたまらないから映画のた、ま、もう毎日映画見てれば何だってもいいってもうそう映画館で1年に100本見るみたいなそういう映画愛に間違えた人がいるんですけどもその人たちが語る映画論がもうあんまりダメなんですね愛してててるるっっっいう人って対象が見えなくなくと思ったんだよね。 私あんまり愛,対象は愛さないといとうか推しの感覚もなない人なんですよねうちの父親すごくいい音楽を書くんですけども,もう人格的にもうその、まあ、すごいなんかもうバカ親だったんで <laughs> なんかその人格と音楽表現は全然違うっていうことがあって不安って違うじゃないですかその人全員を愛すじゃないですか,、うん、んかそういう人ばっかりな気がしてて、えっと、作品っと作品と出てきちゃったらもう本人と関係ないもんだっていうのがもう哲学として小さい時からあったので作品を愛してもしょうがないんですよ本当に。 その作品にもって自分の中に何が生まれるかっていうことを大切にしたいというようなき方を今い皆さんにこうあの進めたいって感じなんですよねなんか人と出会ったりもそうなんだけどもとにかくあのな何かの経験をどんどんんしていくことですよね経験し人生は経験でしかないんで同じ寿司食ったとしても感覚違うんですよ。 本当はね、みんなあのその食,べ食べログみたいなところにさえあの普通に自分の考えをすると思うんだけどそんなことはないその行った時の自分の体調もあるし変な客がいたらそのすじは最悪ですよそんなようなこと一期一会の経験なんですよねでそういういことともっやっぱ仕事ですね 仕事でアイデンティティを作ってきた世代でありあの女性でちょっとこう私の世代で珍しいんですけれどもマルクスいうところの,あの熟練労働者ってやつみたいなかけねなくっていう感じのだからまあちょっと今のねあのこのブラック企業とかさこういったあの仕,あの仕事の働き方に関していろいろとあの多様性が。 出てきてる今ではものすごいちょっとオールドスクールのような気がするけども、なんかちょっとまたよって感じするんだよね。社会と切り結ぶ生き方って人間って作れるのかなみたいなこと。特に女性がやりやすいなりやすいんですけども、私はまだまだこんな仕事ができないって言って自分から辞退する人が多すぎる。 取ってからその結局その仕事っていうのはその本を作ってくれじゃないですかその間の過程は何やってもいいんだよねそういうことを引き受けない人が多いような気がするどうでもいい通じもあればみたいなファッションもそうですよねこれ私全然ファッションの勉強何もしたことがなかったんですけど声をかけられてすぐ手挙げたので、うん、それはう形にしてくれるようなパターンナーだったから、ね、そこのコミュニケーションだけなんでこれはもう雑誌の練習の時に散々やってきたことなのでこれは多分似てるなって全部で,できるなと思ってやったので。 勉強したことがないんですよ。寿司も私握るんですけど、寿司も勉強したことがないんですよ。最初から金を取っても、金をもらって、金をもらって勉強するっていうのやり方っていう。だけど、なんか、あの、日本人はやっぱり真面目なんで、この大学出てなきゃいけないとかさ、この、これには英語やってなくて、勉強ばっかりしてさ10、30代終わっちゃうよ。とっとと最初から仕事決めて、そこに向けてやっちゃった方が早いと思うけどね。決めてからそこの勉強をスサッとすればいいんですで。その時の勉強めちゃくちゃ入るんですよ。当たり前ですよね。 もう座学じゃないんで、本気で、うん、女子は、ね、やんないんだよ、怖がってあの、そういった冒険はやっぱり男性のほあが男の子だもんって、男だからだったら冒険しちゃえって、物語であの担保されてるんだよね、だから俺やっちゃいますみたいな、なんかワンピースですみたいなの聞けど、女の人はできないですよ、そういう物語に囲まれてないから、女子はやっぱりそのワンピースの影を、なんか召し炊きしてるような物語しかない。う やめてほしいプレイヤーになっ,てほしいっすね <music> この世の中2023年生きてて生きにくいと思わない人っていうのはやっぱちょっと逆に阻害されるんだったらそこにもう洗脳のように入ってしまえば苦しみがないよっていう愛の王国はやっぱり阻害を生むんだよね。